今日は GoPro の SD カードを挿してくるの忘れてしまいました。日曜の朝、寒いですね。風が冷たいです。本当冬になってきました。 iPhone なのでね、水平維持機能がないんで売れるかもしれません。また手ブレ補正もちょっと僕の iPhone 古いんで、今の iPhone ほどいい補正してくんないと思います。あんまり歩きながら撮らない方がいいかな。今日はなるべくカメラ動かさないように撮りたいと思います。って言ってもいきなり見ちゃおうか撮りますが、風が冷たくてね、寒いです。今日は F1 の最終戦です。アブダビグランプリですね。ポールポジションはマクセル・スタッペン。名前だけは知ってたんですけど、今年いろいろ見て、チャンピオンなんですけれども、走り方というかガンガンいっちゃう感が、そこでもうチャンピオン決まってんだからそんなとこ行かないでいいだろうっていうところで突っ込んじゃったりぶつかっちゃったりとかしてるところがね、今の F1 はかなり安全性が高くなってるんですけれども、ちょっとチャンピオンさんなのかなと思っちゃうところがありました。皆さんはファンの方に言わせるとちょっと腹立つかもしれませんがね、僕はそう思いました。昨日もアモンガスを夜中1時ぐらいまで遊んじゃいまして、若きクリエイターたちと遊んでしまいました。今日は明日でね、ふみちゃんとゆっくり1日入れるのは終わりなもんですから楽しもうと思います。いよいよ明後日から仕事復帰でございます。山市にすごく列をなして入ってます。今日オープンなのかな。リニューアルオープン、昨日だったんだね。 すごいです。列で入ってます。すごいですね。昨日リニューアルオープンしたようで、山市はすごいです、人が。お店の中もめちゃくちゃ明るくなってる感じ。先ほど電話でですね、デビューというか復帰決まりまして、朝早くです。そんなでもないのかな、あれに比べると。その仕事自体としては極端に早いレベルではないんですけれども、一応5時55分出勤ということで決まりました。終わりが2時過ぎになってたかな。はい、早く行って早く終わる仕事ですから助かります。一応もう一人と二人乗車ということで、1日目研修っていう形で走ります。1日行ったら翌日がお休みなので、HP も残って帰ってこれると思います。良かったです、ちょうど翌日が公休日で。体力的にねどうなのかなと思うんですけれどもね、それよりも朝早起きができるかどうかが心配でございます。土曜日でララポート、日曜日でララポートも人多いですね。カラスがあんなとこにいる。
結構雨降ってきちゃいましたんで逃げてきました。もう家が近くなってきたらそれほどじゃなくなったかな。ガラスが笑ってるよ。ゆみちゃんは椅子に向かって一目散でございます。いいからここに座りなさい、そしておやつを出しなさいっていうことですね。はいはい、止んできませんね。なんかもうずっと明日の朝ぐらいまで、午前中ぐらいまで雨みたいでございます。桜の花、花じゃないや、葉っぱも例えば赤くなってきました。うん、もうこの時期になると雨寒いですね。雨の夜はちょっと怖くて、これから運転できるのかな、その辺がちょっとビビってます。強気もいいけど、やっぱり引くとこは引かないとね、危ないですからね、気をつけたいと思います。今日ガッチリマンデーでですね、あの儲かる、アルファベット3文字というのをやってまして、いろいろあったんですけれども、僕気がつきました。僕の名前はアルファベット3文字なんです。儲かりますよ、きっと。来年、再来年とガーンといきますからね。なわけないか。でもね、気持ちだけは上向きでいきましょう。